本日は静岡県掛川市にあります食べる前に来ております。本日はですね、ブランお花のテラピストの里真由ちゃん、本日よろしくお願いいたします。今日トスカピールで、結婚式が行われるわけではないんです。今日そういうブランお花、広鈴木さん、ブランお花代表の広鈴木さんですか、の主催する今日瞑想セミナーがこのチャペルの広い芝生のエリアで、あ、そうです、そうです、外側でやる予定ではあるんですけど、はい、まあ、私もちょっと見て、ね、あ、そうですか。それこそその瞑想をやりまして、なんかスペシャルなランチも今日いただけるということで、はい、今日はね、このつまごいについて瞑想セミナーで、まあ、オアシス水野も日頃の疲れですか、まあ、ちょっと体に溜まったこう、なんですか、悪いものを浄化しようかなと。そうですね、かなり溜まってますんで、まあ、脂肪も溜まってますけれども、はい、ということで、アロマをじゃあやるんですかね、ブランファナさんは。ちょっと使わせてもらいます。ちょっと使って、まあ、アロマと瞑想セミナーとスペシャルランチ、うん、ということで、今日はね、このブランファナで実際、はい、瞑想セミナーレポートに参りたいと思います、はい、本日よろしくお願いいたします。天理料理代表グランパナオーナーの広鈴木さんです。本日よろしくお願いします。まずは開催おめでとうございます。ありがとうございます。ただ瞑想セミナーと、まあ、アロマと、はい、スペシャルランチが、ええ、妻子にてあの、まあ、いただけるということで、はい、まあ、今日はどういったイベントに。そうですね、あの、まあ、コロナ禍の中ね、皆さんあのストレスが溜まっていると思いますので、そのストレスを解消していく、いただくためにですね、ちょっと今日は。あとは日常生活もね、まあ、ストレスもあると思いますが、はい、瞑想をやりましてね、あのすっきりとあの自分の、中を見ると中を見るということで、新しい、ね、自分に出会えればいいかなと思います、ね、新しい自分、はい、自分再発掘の今日はじゃあそうです、セミナーとセミナーです。本当は清水も、ね、だいぶストレス溜まってます、ね、溜まってます。本当に、ね、忙しい日々を過ごしてますけど、今日はもうそのリフレッシュして、はい、リセットして、はい、おつまごの、ね、瞑想セミナーちょっとね、はい、レポートして、はい、参りたいと思います。本日よろしくお願いします。よろしくお願いします。広瀬鈴木さんってこう、まあ、いろいろ習われたと思うんですけども、
どうなんですか、広瀬さんのこのエネルギーって。そうですね、うん、なんとなく感じてたものをしっかりと整えて教えてくれるので、とても毎回楽しんでいます。あ、なるほど、はい、今日の瞑想でもね、いろいろこう頭の中ですからね、ポカーンとなんかね、そういうこと言われてました、はい、そうなんですよ。なんかいつも自分で思ってる不思議を全て答えてくれるので、うん、はい、世界がどんどん広がる、広げる広鈴木さんと。そうです。広鈴木でございます。ということで、グラマナの里舞ちゃんも普段から瞑想はやられてるんですよね。普段家にもう朝一で寝る前にヨガマット引いて、うん、できるように最近買いました。とベッドの上でやったんですけど、うん、ベッドの上はあんま落ち着かなくて床に最近敷き始めるようになりました。周りもね、固まってます。あ、でも状況するためにも。冗談冗談。ということで、本当に今ね、本当にこの日常生活忙しい中、やっぱりこのちょっとした時間、本当10分でも、はい、15分でも、はい、ちょっとしたその瞑想の時間を設けることによって、やっぱり自分のね、この負のエネルギーを放出して、いい気を取り入れる、はい、ということが瞑想。でもやっぱり、正しい知識で瞑想もね、行っていかないと思うので、はい、やっぱりこういったセミナーに皆さん参加してもらって。そうですね、ぜひね。ね、はい、ということで今後ヒロさんまたこの瞑想生活とか続けてやっていこうと思います。はい、はい、ということで詳しい詳細いろいろグラマナのホームページだったり、はい、ヘンリー・ローレンですか。そうですね、ホームページに戻ってもらえるといろいろ情報がね、あとねヒロシ君のベースブック、はい、はい、本日ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。グラオハナはアロマテラピーとスウェディッシュマッサージを融合し、霊的な気づきが起こるトリートメントです。心の不安や痛みを和らげます。ぜひグランオハナで皆さんも体感をしてみてください。スピリチュアルヒーリングサロングランオハナは皆様が毎日で笑顔で過ごすためのお手伝いをさせていただきます。皆様のご来店心からお待ちしております。